ちゃんくん、ちょっとお風呂入ってくるね。待っててよ、そこで。泣かないで待っててくれる？
くん、ずっと泣いてたんじゃないんでしょ。一旦は諦めたでしょ。ね。行くよ。はい。はい、ジャンくん。はい、はい。はい、ジャンくん、ジャンくん。ぼっちゃんも。はい。はい、ジャンくん。はい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 はい。はい。お待たせしました。はい、ちゃんくん。はいはい。はい。今日はですね、一日雨の予報だったんですが、それほど降ってはいないのかな、小雨前くらいかな。そして気温も21度あたり、今ですね、結構快適なので、まあ快適って言っても湿度が高いからね、エアコンはやっぱり入っているんですが、実は、ジャン君がまあ、いたして、はい。またまた開いた。はい、ポンちゃん。はい、ジャンクもおいで、おいで。はいはい。このポンちゃんがこちらの、普段だったら蒸し暑い部屋なんですが、それほど蒸し暑くもなく、除湿をかけているので全然こっちに出てきません。爆睡中。はい。じゃあ、ジャン君、こっちで、あ、これ開けとかないと。はい、少し。ここも開いた状態にして。はい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 。はいはい、ジャン君。はい、ジャン君。ジャン君。はい。はい、うんうん、はい、ジャンク舐めてます。どうですか、そろそろいい？こんなもん。はい、じゃあ、はい、ここでいいよ。なぜか足に挟まれるのが好きでですね、これといったなんかこう成果はないんですけどね、ただ挟まれたいんですよね。ただ、さっきみたいにですね、ちょっとこう持ち上げるこの動作ですね、
これで今膝から降りちゃいましたが、膝の上に乗ってくれるようだったら嬉しいんだけどな。そのうちなんかね、自然と膝の上で抱っこなんてできたらいいね。